がこちらです。プシュー、じゃーん。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サルちゃん見てる、くるぶしです。くるちょもチャンネル東京いでくるぶしがあなたの夜を独り占めということで、今日はですね、今ジュニアがそこで寝てるんですけど、ジュニアの寝てる間に美味しいもん食べよう企画でございます。挨拶お願いします。こんばんはだそうです日頃ね、育児に頑張ってくれてる、嫁にね、こんなものを買ってきました。火鍋のやつ ドンキホーテさんで見つけてきたんですけど、火も電気も使わずに、水入れるだけでできるっていう、火鍋のセット。僕ね、火鍋食べたことないんですよ。まあよく SNS とかでこう友達と火鍋食べてきましたっつって、火鍋の写真をね載せてるイケイケの女子とかいるじゃないですか。俺ほんとああいうの大好きですからそういう人大好きですから、どんなものなのか、まず火鍋とはうまいのか、水だけでできるのか、早速小声でレビューしてみたいと思います。それでは行きましょう、レディゴー。くるくる、ブツブツ揺らしましょう。あ、下しつらいうお、火鍋がどんなものか分かんないけど、なんかできてるすげー香りは。ちょもちょもということで、ちょっと分けていきたいと思います。皆さん、マジでジュニア寝てますから、ちょっとマジでここ、ヘルシーそうだけどね、こんな感じ。ジュニアが寝てる間に嫁とおいしいもん食う企画、今日第一弾、火鍋いただきます。くるちょもチャンネル、初めての火鍋、どういう味なのかまず全然想像つかない。チゲ鍋っぽいのかなって思ってるんだけど。いただきます。いただきます。あ、うまい。ちゃんとうまいね。あれ、お肉がしっかり辛い。うん、肉辛いね、染みてる感じ。うちの嫁は辛いの全くダメなんですよ、本当に。この鍋にコーンがマジで合わないお肉がすっごいしっかりしてるんですよ、これ。ほらうまい。結構辛いね、うん、これ何種類かあって、これね、トマト味って書いてあったんだけど、トマト全く感じないよね。食べたことない味かも。じゃがいもかな。じゃがいも、うん、あ、うまい。じゃがいも合うな。ビールに合う。
下に行ってね。塩。あの山椒の味しない？あ、ホワジャオ。しびれ系かなこれ。嫁にしては食ってるね。うん。具材とスープはいい。うん、お肉は大丈夫だ。これ締めは何かそれですか。いや、何も合わなそうじゃない、うん、もう完食しました。くるちょもチャンネル。ジュニアが寝てる間にうまいもん食おうという、感じで、今日は水しか使わない火鍋、セット、食べてみたんですけど、どうだった？美味しかった。美味しかった。お、一口でやめるかと思ったんだけど。具材ついてたね。火鍋って食べたことあったっけ？食べてどれ？チーズの。あ、マジか。やられました。食べ、え、こんな感じだった味？なんか味が食べるのね。あ、なんかこう、そうそうそう、まが玉みたいな形した。赤い方はこんな感じなんだ。これの専門店があるのが分かる気がした。美味しかったとても、うん、肉が結構ね、あの辛いのが染み込んでるんだけど、甘みもちょっとあって、肉がホロホロでした。めちゃくちゃ美味しい。で、野菜もね、こうはいらなかったかもしれないけど、あの非常に根菜類も美味しかったし、これね、このセット1000円と水あれば火鍋すぐ食べられますんで。で、あの表記的には15分って書いてあったんですけど、12、3分でもう音消えたんで、結構早いですと。俺結構これ危険なものかと思って買ってみたんだけど、かなり美味しかったですし、あのこれはいいなと思います。皆さんの近くのドン・キホーテにあるか分かりませんが、ちょっと見かけたらぜひちょっと食べてみてください。火鍋好きな方、そして僕みたいに食べたことない方、ぜひちょっとおすすめです。はい、今日は、嫁と2人でジュニアが寝てる隙に火鍋セット食べてみた、お送りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。チョコちゃんも食べてみて。バイバーイ。カブズ切った。